この動画は以下の要素を含んでいます。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。国王のニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回も国王として国を発展させていきましょう。じゃあ今度は雪国の国王になってもらうから。なんで連れて行くのやめよう。え、私国王だよ。何当たり前のように知らない国に拉致監禁してくれちゃってるの？いやーなんかここの土地を開拓してみたくなっちゃって。そんな理由で飛ばさないで。いやもう3回目よ。さすがの私もすでにプロ国王だから状況を受け入れつつあるけども。プロ国王ってなんだよ。どうせあれですよね。今回もここに王国を築けってやつですよね。さすがにもうここの時点で薄々察してますけども。まあ大枠は予想してる通りだ。だが、どうやらここの近くには何やら巨大生物がいるらしい。もし遭遇した場合は注意してくれよ。なるほど、巨大生物ですか。いや巨大生物かわいいな。もう少し怖いやつ用意しろよ。とにかく、要はここに巨大生物からも守れる王国を築けばいいってことですよね。わかりましたよ。プロ国王の名にかけてやってやりますよ。お、やっとやる気になってくれたみたいだな。あっ、言い忘れてたけど今回ワンオペ防衛かつ壁縛りだから。え、もう一回言って。今回城壁なしかつ一人で防衛しきってもらうから。私帰っていい？ダメです。ってことで早速王国を築いていきますか。といっても今回は兵士も雇えなきゃ城壁も建てれないですからね。どうしましょう。なんとかして序盤をしのぐしかないよな。まったく、一体誰がこんな土地に王国建設を命じたんだか。お前だよ。お前が諸悪の根源だよ。とは言っても、まずは王国の収益を上げるのが第一。ここはなけなしの金を港に投資することにしましょう。ほほう、毎朝漁船を作ってくれるのか。最初の収益こそ低いですが、5日後にはなんと5ゴールドも生み出してくれます。防衛施設がないのは怖いですが、未来のためには我慢するしかないですね。ってことで1日目の夜、今回は兵士も壁もないので範囲攻撃で対空もできる雷の杖を持ってきました。王国に近づかれるとアウトなので、私が壁になりながら地道に削っていきましょう。あれ、今なんか設置したな。おい、敵が吹き飛んだぞ。こんな感じで、次元式の攻撃もすることができます。ここら辺をうまく使って、ちまちま削っていきますか。ふう、なんとか夜を越せました。港を攻撃されたが、危なかったな。ふう、お金気持ちいい。かぶってるかぶってる。現在の資金は5ゴールド。まだまだひもじい生活が続きますね。どうすんだ、今日もまた収益優先か。うーん、今日は念のため防衛タワーを1本建てておきますか。あとは家を1軒作るくらいでいいでしょう。最初に気にするべきは衣食住、住まいは大切ですからね。1日目に10ガン無視して漁港作っといて何を言う。ってことで2日目の夜、次元式で出落ちを狙えれば。よしよし、うまくいきました。おお、ほとんど削り切れたな。まあこれで切るまで8回くらい国潰してますし。下手なこと言うなよ。あとは残りの敵をちまちま掃除すればおしまいですね。ってことで無事に夜を越せました。いやっほう、お金お金。やっぱり労働の後の金銭は気持ちいいですね。もう国王なのに最前線で戦うのが当たり前になってるな。普通の国だとこういうピラミッドじゃないですか。まあこういう感じだよな。うちの国だとこういう感じなんで。支えられてないよ。ほら下の部分ちゃんと見て。もうこれコマ回す角度だよ。しょうがないじゃないですか。国の存亡の危機なのに兵士の一人も雇用できないんですから、国王自ら駆けずり回っていくしかないんですよ。まあそれはそうだが。まあその分税金は踏んだくるのでご安心を。何も安心できねえ。ってことで3日目の夜、今夜も体を張って敵を食い止めようと思います。こっち側には防衛タワーもないから、かなりギリギリの防衛だな。と言っても倒されないよう遠くからちまちま削るだけですけどね。ポン。よしよし、なんとか夜を越せました。立ち回りも宣伝してきたな。やったお金だー。だから被ってるんだって。現在の資金は9ゴールド。もうそろそろで2桁ですね。少しずつだが増えてきたな。この9ゴールド、何に使いましょう。悩んだ末、7ゴールドを使って城をアップグレードすることに。城壁も壁もないので、今回も火力を上げます。城壁もないとなると防御も期待できないしな。あとは適当に家を建てて夜に備えますか。ってことで4日目の夜、今夜も次元式で出落ちを狙いたいところ。今回は外れたな。ほら、マリサが邪魔するから外れちゃったじゃないですか。私何もしてませんが。そういうところがね、私はいつも良くないって言ってるんですよ。ですよね。視聴者もそう思いますよね。勝手に視聴者を巻き込まないでくれ。って、ちょっと敵の数が多すぎ、タワーの耐久力がゴリゴリ削られてるな。あー、王国の貴重な防衛タワーが、どうすんだ、このままだと城まで一直線だぞ。こうなったら自爆スイッチで国ごと爆破するしか。何国民巻き込んでんだ。
ふう、なんとか夜を越せました。けど防衛タワーと家が一軒壊されちまったな。大丈夫です、住居くらい誤差ですよ誤差。国民の住まい壊されてますけど。この世界、全壊したとしても次の日には建築し終わってますからね。家の一軒や二軒くらい実質壁ですよ。壁。もうお前この世界に染まりきってるよな。えっそがみ切ったって。そういう聞き間違いだ。ってことで5日目の夜、なんかいつもと違うでっかい敵が来てますね。しかも攻撃した感じ体力も高そうなので、なかなかに厄介そうです。大きくて動きが遅いってことは、もしかして中ボスなのかもな。他の敵もいるし、なるべく優先して倒さないと。いや早く倒さないとなんか変わり映えしない絵だから。あ、映像の方なのね。ってことで倒しきるまでバッサリカット。一体だから良かったものの、数体で来てたら壊滅させられてましたね。もう少し火力も伸ばさないとな。ってことで今日もなんとか夜を越せも、やったやったお金が大量だ。もはや自分にすらかぶり出してるじゃん。現在の資金は21ゴールド。これでやっと本格的な開拓に乗り出せます。新たに鍛冶屋を建設することに、ここは数日間研究することで、王国にバフをかけれる施設です。今回は射撃攻撃強化を選択。これで雇用できない分の火力を補うのか。ただでさえ今もギリギリの防衛ですからね。残りの資金は収益源の港の建設に充てることにしますか。ってことで6日目の夜、今夜の敵はどうやら海から来るみたいです。空を飛ぶ敵か。敵ごときが空を飛んでくるとは生意気ですね。飛んでもいいだろ。それにしても、ここら辺の敵って日中どこにいるんですかね。襲ってくるのは決まって夜だけだし、昼はどこかに隠れてるんでしょうか。ってことで、今夜も無事に夜を越せました。なんとか港が壊されないでよかったな。見てくださいよ、お金がたくさん待ってますよ。現在の資金は31ゴールド、ウハウハですね。これだけあれば城のアップグレードもできるな。北海道を買収してもお釣りが来ますよ。無理だよ。さすがに買収は無理だよ。それなら三重県ならどうですかね。三重県の問題じゃなくて。しょうがない、買収は諦めて城のアップグレードをしますか。今回選んだのは神々の呪い。自分の HP が減る代わりに、ロックオンした敵への攻撃が 1.5 倍になります。これで少しでもダメージを稼ぐって作戦ですよ。攻撃は最大の防御なり、損失もそう言ってますからね。今回は耐久より短期決戦なんだな。まあどこかの誰かがワンオペ城壁縛りなんて馬鹿げたことしたせいですけど。なあ悪かったって。残りの資金で防衛タワーでも強化しておきましょうか。ってことで7日目の夜、今日もあの屋根がめっぽいのが来てますね。アップグレードで手に入れた力、どれだけ効くんだろうな。まあもし効かなかったら開発元にクレーム入れるだけですから。あんなんでクレーム入れんな。とにかく、あの屋根がめをロックオンして倒さないと。うお、すんごい削れた。だいたい一撃で3割くらいか。一撃で3割ってことは、一撃で3割ってこと？もしかして何も理解してない？下からも敵がやってきてました。まあこれくらいの数なら今の私ならなんとかなるでしょう。進行方向に鉱山があるが、それは大丈夫なのかよ。とりあえず鉱山に近づく前にできるだけ削って。うおお、体だ、体を入れて止めるんだけど挟まれるのは怖いんでやめときます。破壊されちまったぞ。畜生、あともう少しだったのに、仕方がない、愛と勇気と憎しみを持って葬ることにしましょう。闇落ちしたアンパンマンみたいなこと言ってるじゃん。ってことでなんとか夜を越せました。ふう、お金だお金だ。港のおかげでモリモリ入ってくるな。いやー、やっぱり労働の後のお金は最高ですね。資金にも余裕が出てきたのでここでひたすら建設。今日の夜は右下の2箇所から来るみたいなので、防衛タワーを量産します。ここに来てやっと防衛か。やっぱりね、こういうのは数ですよ数。向こうが物量で押してくるなら、こっちも物量で押し切るまでです。よしよし、こんなもんですかね。防衛タワーもだいぶ増えてきたな。ってことで8日目の夜、敵は多いですが、これだけ防衛タワーを設置すればなんとかなるでしょう。最初と比べたら安定度がとんでもないな。ここまで来ればあとはもうサクサクですよ。ほら、見ててください。一網打尽だな。余裕ができたからか一網打尽度も上がってきてます。ここまで上手かったらさすがに取れそうですね。次元式攻撃検定3級。何その危険しかない名前。ってことで、今日の夜も無事に明かせました。ああ、お金が染みるんじゃー。序盤とは比べ物にならないくらいの収益だな。いやー、数ゴールドしかなくてひもじかった時代が懐かしいですね。まずは収益源に港をアップグレードしまして、後の資金は港防衛用のタワーの建設と、鍛冶屋に追加投資して近接戦闘体制を上げることにします。こういう研究が地味に効いてくるんですよね。そう、ボディーブローのように。なるほど、ボディーブローって後からじわじわ効いてくるもんな。てかそれだとダメージ受けてね。ってことで9日目の夜、今夜の敵は空を飛ぶやつか。防衛タワーも量産しましたし、飛行する敵でも余裕で守り抜けますよ。
ただ突っ立って撃ち落とすだけだったので倍速で。こういうシーン、どうやって会話で繋げばいいんでしょうね。繋ぐって言うな繋ぐって。ね、簡単でしょう。さすがに3回目の国王となると知識も身についてるし、お金だお金だ。かかってんだよ。もう1回転倒してんじゃねえよ。現在の所持金は46ゴールド。ここまで来れば、これ以上収益源に資金を使わなくても良さそうですね。とりあえず、片っ端から防衛タワーを建設していきましょうか。この王国は広いですからね。まんべんなくタワーで防衛していきます。うんうん、こんなもんでいいでしょう。資金もあるからかなりの数建設できたな。ってことで10日目の夜、一方向からしか来ませんが、いかんせん数が多い。油断大敵とも言いますし、ここは気を引き締めていきましょう。厄介な屋根亀もちゃんと襲来してる。お前も一挙前に国王らしいことを言うようになったな。こうやって言っておけば支持率アップして人気が伸びる。ごめん全然撤回。てかちょっと、敵の数多すぎませんか。こんな数来るなんて聞いてないんですけど。安易な支持率アップにかまけた罰が当たったんだな。一体何がダメだったんでしょう。国民の男女比が男多すぎるから女性国民の税金 0% にしたこととか。何してんのお前。いや、こうすることで男女比を健全に保てると思いまして、税金が 0% ならこう、フラットやってくるかなって。その時点でもう男女平等とかじゃないのよ。ジョソンソンソソンソンソダンピなのよ。リズムに乗らないで。結構損害が出ましたが、なんとか守りきれました。けど防衛タワーは即補修されるから実質的なダメージは出るだな。記憶力にはトリイカなの。いや、何度もかぶらないでほしいんですけど、もうこれで何度目よ。4回目ですね。それは覚えてんのかよ。今日はまず鍛冶屋をアップグレード、近接戦闘体制アップをさらに研究させます。残りは防衛タワーのアップグレード。第3段階ってことは選択するやつか。今回は結構敵が多めなので燃焼油を選択。これで敵がさばけなくてもある程度妨害にはなるでしょう。ってことで11日目の夜、今夜も数が多そうなので、いい感じに構えておきましょう。目標の13日目までもう少しだしな。とりあえず聖剣好きを音を置き去りにするまでやるとしまして。ガチ修行ですけど。って危ない、空飛ぶ敵が港に向かってきてる。収益源のためにも、ここは何としてでも守らないとですね。おい、左側の敵、普通に突破して城に直進してないか。どうすんだよ、城壊されたら王国発展どころじゃないぞ。まあそれも王国の定めじゃないですか。諦めるの早くね。粘ろう。そんな顔してないで粘ろう。まあ、数日前の鍛冶屋の研究で近接戦闘態勢が上がってますからね。私が加勢しなくともある程度は持ちこたえられますよ。ほら、ほぼほぼ無傷ですし。ってことで、今夜も無事に夜を越せました。おお、すんごいお金すんごいお金。57ゴールドか。これだけあれば防衛タワーをたくさん強化できそうですね。今回はワンオペ縛りなので、防衛のためにもタワーはできる限り強化しておきたいところ。定石もないからなんとかさばききらないとな。タワーのアップグレードは燃焼油を埋め、最初に言ってた巨大生物も気になりますし、接近してきたらこれで一気に削りたいと思います。巨大生物、一体どんなやつなんだろうな。まあサムネイルの時点で視聴者にはバレてるんですけどね。急にメタイのぶっこんでくんな。無言で等速直線運動しないで。ってことで12日目の夜、今夜は四方八方から敵が来るみたいです。強化した防衛タワーたちで守りきれるといいな。まあ守りきれなかったら担当者には紙量半年間行ってもらうんで。罰があまりにも重すぎる。右側はなんとかなってますが、左側の様子はどうなってるんですかね。とんでもない数来てる。どうやらこの下の奴らが本陣みたいだな。この数はさすがにまずいですね。お、燃焼油が発動した。いけいけ、やっちまえ。あれ、切れちまったな。どうしたんでしょう、燃料でも足りなくなったんですかね。もし足りなくなったら追加でマリサぶち込んでいいんで。いやダメですけど。マリサ、それは燃料にもなる万能物質ですからね。こういう時こそマリサの使いどころってもんですよ。ずっと実況してるけどこいつのこと嫌いになってきたわ。なんとか夜を越せましたね。被害は防衛タワーだけ、案外なんとかなるんだな。今日はいよいよ最終日。お金の音気持ちいい。このね、お金が積もる音が最高なんですよね。見てくださいよ、76ゴールドもありますよ。昨日の夜でたくさん稼げたのか。死者誤入したら2万ですね。どこをどうしたらそうなる。というか、なんか湖の中央に変なアイコンが出てますね。もしかして、これが最初に言ってた巨大生物ってやつ。姿がわからないから、どうやって対策すればいいかわからないな。と言っても、ここまで来たら火力を出すしかないですからね。ありったけの資金を防衛タワーにつぎ込んで、できる限り火力を上げましょう。よし、できる限りのことはした。城壁がないのは怖いですが、この布陣で守りきってみせます。
うわあ、なんかとんでもなくでかいのが出たー。すごいサイズだな。おい、港勝手に壊すな。結構な金かけて整備したんだぞ。最初に触れるとこそこ。とにかくこういうのは先手必勝。なんか変な反撃に遭う前にできる限り削りたい。うおー、削れ削れ削れ。どうやら口から大量の雑魚敵を出してくるみたいだな。お、陸から離れていきましたね。けどまだ倒した感じじゃなさそうだぞ。けど HP は確かにゴリゴリ減ってましたよね。もしかして、HP の上の赤丸分削らないと倒せないパターンですか？もしかしたらそうかもな。今の巨大生物の赤丸は8個。ってことは、少なくとも8回は倒さないといけないんですか？これはかなりの長丁場になりそうだな。よし、削り切った。残りの赤丸が7個になってるので、あの赤丸は残り残機って感じであってそうですね。今はまだ雑魚敵も捌ききれているから、今のうちにガンガン削っておきたいよな。残機って私も増やせるんですかね？もしかして同じ土俵に上がろうとしてる？いやだって、向こうだけ残機あるのずるじゃないですか。巨大生物に残機があるなら、国王にも残機がないと不平等ってもんですよ。さらっと人間やめる宣言してますけど大丈夫ですかね？とりあえず緑コーラと段差用意しといて。やり方がアナログすぎる。よしよし、なんとか残り赤丸4個まで削れました。城には近づかれてますが、未だ致命傷には至ってないですね。なんとか守りきれてるって状況か。少しずつ防衛タワーが攻撃されてるので、なるはらで倒しておきたいところです。こんな巨大生物が出てきても国王はノペで守るって、国民無関心すぎません。まあこんな状況で国民が出てきて何かができるわけでもないしな。せめて一般国民ならロケランの1本や2本持っていてほしいですね。それは一般国民では？ってちょっと、そんな近くに来ちゃダメですって。城が目と鼻の先じゃないですか。まずいぞ、このままじゃ大量の敵が。よう、体を張って守れ。なんとか巨大生物は退けれましたね。けど雑魚敵が城に押し寄せてきてるぞ。あー、やめてください。私の城なんです。これ完成した暁には城に住む国王ルーティン動画を投稿したいんです。国王なのにやることがインフルエンサーのそれ。よし、残りの赤丸1個。城はまだかろうじて守れてる。けど、こっちの施設も削れてきてる。またさっきみたいに城の近くに来られたらまずいんじゃないか？もうそうなったらその時です。もしそうなったら敵がわらわら出てくる前に倒しきる。私が壁として敵を抑えてる間に、1秒でも早くあの巨大生物を沈めるしかない。よし、赤丸はすべて消費させた。あのゲージを削り切れば今度こそ終わりなはずです。巨大生物も最後のあがきをしてくるぞ。一番まずいのは城の至近距離に張り付かれること。私がタゲを取って時間を稼いでるうちにありったけの矢を叩き込む。うおー、いけー、やったー。ついにあの巨大生物を撃破しました。残りの雑魚敵を倒せばおしまいだな。ってことで、今回もなんとか勝利。ワンオペに壁縛りと過去最高難度でしたが、なんとか王国を守りきれました。今回も新記録か。よかったら視聴者の皆さんも挑戦してみてください。それにしても、まさか最終日に巨大生物が出てくるとは、かなり危なかったよな。もう少し粘ったら色違い出てくるとか？それ別のゲームですよ。ってことで今回の動画はここまで。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。これで繁栄させた王国も3つ目か。いやー、ほんと面白いですねこのゲーム。800円とは到底思えない満足度ですよ。よかったら皆さんも遊んでみてください。それでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。